fact that humanity really struggles to try to stay alive. And you don't really see that in anime. And when I say struggle, I'm not like sugarcoating it or anything. They're like really struggling. Anyway, without further ado, I'd like to introduce the producer of Attack on Titan, Mr. George Wada! My name is George Wada from WIT Studio. I'm very happy to be here at Anime Expo! アニメプロデューサーになった経緯は、プロダクション IG の石川光久との出会いによって彼からアニメーションのプロデューサーをやってみないかという話を受けてプロダクション IG に入ったのがきっかけです。戦国バサラギルティクラウンという作品を作っていて、一番ものづくりに適した形で人であるとか組織をやっぱりゼロから作ってみたいなというふうに思いまして、自分でプロダクションスタジオを作りました。お前がしたいことは何だ。調査兵団に入ってとにかく巨人をぶっ殺したいです。ほう、悪くない。前はシスコシステムズという会社で仕事で2回行きました。へえ。シスコシステムズでエンジニアをセールスをやってました。やっぱり小さい頃からアニメーションが大好きで、先ほどのマイビッグボスの石川と出会って、彼から IG で一緒にやらないかと言われてアニメーションの道に入りました。Very unique. Keep doing what you're doing. It's really awesome. I hope it stays that way. You're killing us and we love you for it.WIT Studio では、僕とあと中竹という人間がいるんですが、やっぱり2人が感動した作品をアニメーションにしようというふうに思っています。荒木哲郎監督は本当に才能があって素晴らしい監督です。彼の特徴は10代の男性の心情を描かす、そして、非常にかっこいいアクションシーンが作れる、この2つがギルティークラウンを作って彼の特徴だなというふうに感じまして、でそれがやっぱり進撃の巨人という作品でも素晴らしく表現できているというところが荒木哲郎の監督としてやっぱり素晴らしいところだと思いました。進撃の巨人のスタッフはギルティークラウンのスタッフとほぼ同じスタッフで作っています。ですので荒木哲郎、梶裕貴さん、皆さんが何ができて何ができないか、何が強いかということをすごく僕らは、知った上で今回進撃の巨人という作品作りに挑みました。ですので、ギルティークラウンという土台があったからこそ今の進撃の巨人のアニメーションがあると思っています。なのでギルティークラウンという作品がなければ、こんなにも進撃の巨人がシンプルなコンセプトで作ることができなかった、もっと迷ってたと思います。僕がやるのはやっぱりその方向性、映像の方向性を示すことだというふうに思っています。その中で進撃の巨人は伊佐山先生との、あの原作者である伊佐山先生との話し合いの中で、とにかくアクションエンターテイメントにしよう、いろんな要素が入っているけども、そのアクションエンターテイメントという部分をぶらさずに最後までやりきろうというところで、全ての工程においてその方向性を自分は指し示して、その方向性に向かうようにチームを導きました。虫だと？飛行士なのか？I fell in love with it and I just kept watching it. The 3D maneuver gear was pretty cool. I like that steampunk type aspect of it. I was absolutely blown away. I think I became a fan pretty much on the spot. I watched the first episode and, it kind of messed up my feelings for a good week. But you can't stop at one. You have to keep going because it's really powerful.まず進撃の巨人の原作、伊佐山先生が
本当に あまり外に出られず部屋の中でこの作品を書かれたというふうに聞いてます。そして彼にとって自分の部屋から出るということが壁の外であり巨人との戦いというふうに考えたというふうに聞いてます。もともと、原作の、進撃の巨人は伊佐山先生が、最初のコミックスの2巻で終わる予定で書かれてました。なので、せっかく終わるんだったら自分の全てをぶつけてやれということで構成を考えずに、書かれたものでした。そのため終わらないのだったらもしも2巻で終わらないってことが分かってたら多分こう書いてあった書いただろうという内容が伊佐山先生の頭の中にあってでその内容をお聞きした上で一緒に作りました。誰か伝えてくれ。右翼索敵ほぼ壊滅女型の巨人か巨人の大軍を連れてきた。誰かいないのか。2つあります。1つ目が、アクションシーン。こちらは、見た人の想像力を超えるアクションシーンをウィットスタジオのアニメターチームで生み出すことができるか、そこの部分に関して人の想像力に対抗するというのが大きなチャレンジの1つ目です。で2つ目が、進撃の巨人の中で非常に、グロいシーン、映像として、不快に感じる可能性があるシーンがたくさんある中でそれをアクションエンターテインメントの一つの要素として、決して人がそれを見てこの映像を見たくないと避けないようにすると、そのギリギリの線を狙うということが2つ目の大きなチャレンジだと思ってます。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。分かってる。俺はそこに仲間やその絆にすがって失敗した。思い出せ。進撃の巨人は、その作品の中でここは、人々に対して驚きを与えられるシーンにしようということを明確に決めて作業をしています。その明確に決めたシーンがすごくお客さんがビビッドに反応してくれる、その反応を見るのが一番楽しいです。I'd say are a little bit of that mindless society that just wants to swallow us up, you know. Turn us into cattle. Yeah, really. I guess maybe it might represent failure in human society. I think the Titans represent, death. Inevitability. This overarching sense that there's something looming over you and you don't know what's going to happen.なぜここに。進撃の巨人の巨人は本当に普通の人の顔を参考にして作ってます。なので、アニメーターにとって自分の身の回りの人はすごくモデルになるんじゃないかなと思います。それで言うと、一つその映像の基準を作ったのがプロダクション IG が作っているイノセンスという作品です。それが一つ基準としてあった上でサイコパスは、中国の重慶で、進撃の巨人はドイツのある都市をモデルにしてやっています。なのでおそらくそのイノセンスという作品でその映像表現のレベルを決めて、でさらにそこから、詳細に書き込んだり、その雰囲気、リアルな雰囲気はその2つの実在の都市をモデルにしていることが理由じゃないかなというふうに思います。今朝より数が少なくなってないか。かなり減ってるな。今回もひどいな。おそらくですね、映像を見ることによって、すごく自分たちの、その生きてる中のすぐ身近に例えば
人の死であるとかそういうものはあって、何かこうサイコパスと進撃の巨人を見ることによってそういうふうな状況になったとしてもそれを受け入れることができるようにはなってほしいなと思ってます。映像の役割としてやっぱり僕らはずっと10代の子供たちにやっぱり作っていきたいと思ってる中で言うと、やっぱりそういう思いは強くありますね。When you're out there, you know, among them, like I hope people have seen in the anime, at any time, it's over. The favorite part is the motion, the action. It's like something totally throws you for a curveball, and it's like something that's appealing to everybody. Because I even got like my non-anime friends to even watch it, and they're like, "Oh my god, we gotta watch this." The animation was absolutely superb. The show is absolutely beautiful. All the characters are engaging. It's just a great show. 巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉が、あの巨人の力で岩を持ち上げられるかどうかはわからない。でも俺の役割は理解している。そうですね、サイコパスと進撃の巨人はだいたい 50-50 です。進撃の巨人でその立体起動装置のシーンがあるんですが、そこは、デジタル作画で鉛筆を使わずに作画をして、そこをコンピュータグラフィックス CG と組み合わせて作ったりしてたりするシーンもありますので、ちょうどその手書きとちょうど半分半分なイメージを持ってます。The artwork, as far as animation, as them moving through their 3D maneuver gears, is really smooth and very clean. In comparison with the manga, normally the manga is better, but how they did the art really brought it to life. Like, the lines are really detailed, like the characters really spring out. I understand from the anime, from the manga to the anime, the art few changes that has to be made, but I think he did a great job trying to stay true to the manga while keeping the same some sort of censorship, but still staying true. As far as the artwork and like CG goes, like awesome. Like it just like looks so like, it's like when you're watching like Avengers and like you're like, oh my god, like this looks so cool. 今何をすべきか。おい、お前ら。所属陛下は何にするか決めたか。俺は決めたぞ。俺は調査兵団になる。 The characters, they're just so dynamic, and they're so much more than what they initially appeared to be. Like, you figured Eren Yeager was, you know, too headstrong and too uncaring about what goes on around him, just completely demented on his quest to end the Titans. But as it carried along, you realize it's not just Eren, it's this fantastic group of amazingly well-developed characters. The story is awesome, so many violent, depressing, but we can think of many things from the anime, and I love it. Because the intro like really like pulls you in, it's like, it's gonna be a really good show, you know, all the soldiers coming up and like moving out throughout the city and fighting the Titans was really what pulled me in. It's a show with an ensemble that everyone has a character they see in other people or relate to themselves. All right. ありがとうございます。
アメリカ今アニメエキスポに、来させていただいて、日本で本当に作ってる僕らにはアメリカのファンの方の声がすごく届きにくいです。ですので、見て面白かったりしたらぜひ Twitter であるとか Facebook であるとかそういうところでコメントをしてくれると日本のみんなは、全部見てるのでお願いします。 Thank you!